グレーコードとは数値の符号化法の一つで前後に隣接する符号間のハミング距離が必ず1であるという特性を持つデジタル回路や具体例としてはアブソリュートロータリーエンコーダーのセンサー出力等に使われるリフレクティッドバイナリーコードという表現はベール研究所のフランク・グレーによる1947年の特許出願書にある1953年に 他の人物が提出した特許出願書では、グレーコードと呼ばれているほか、他の故障も使われている。人名に由来するのであって、灰色コードではないため、グレーコードと書くのは誤りである。通常の日地表現を、グレーコードに変換するには、対象の日地表現と、それを1ビット右シフトし、先頭に例をつけたものとの排他的論理は劣る。例えば、変換したい対象が十であれば、 日地方で表現すれば、千獣であるから、それと、零一零一との排他的論理は劣った、千百十一が、グレーコードによる表現である。プログラミング言語では、例えば C 言語では、V ハットとなる。逆に、グレーコードを通常の日地表現に変換するには、グレーコードによる表現の最上位桁から順に再開桁へ向かって、隣の桁との排他的論理は劣る。 ただし、最上位桁のみその値を適用する。例えば、グレーコードによる表現が1111であれば、最上位桁から1、その値と次の桁との排他的論理は劣り、0、その値と次の桁との排他的論理は劣り、1、その値と次の桁との排他的論理は劣り、0、と順次各桁を確定し、1010 10が日地法による表現である。グレーコードは、 ある値から隣接した値に変化する際に、常に1ビットしか変化しないという点が利用される。一般的な日地法では、隣接する値に移行する際は、再開桁だけが01の入れ替えになる場合を除き、一般に1個以上のビットが変化する。例えば3から4に変化する場合、011から102、3個のビットが変化する。絶対的な角度をデジタル値で出力する。 アブソリュートロータリーエンコーダーのような機器において、機械的な接点などで、電気信号のオンオフを行う場合を考えてみよう。この場合、機械の動作や、データ読み出しのタイミングによっては、誤ったデータが得られる可能性がある。例えば011から100に変化する際に、短時間の間に次のように出力が遷移するかも、しれない。0 1 1 0一0 0 0 1 0 0ビットとも、 変化に誤りはないのであるが、機械構造の精度上の問題で、完璧に同時に、全ビットが変化することは保証できないのである。そのため繊維の途中の段階でデータを読み出すと、010や000といった偽データを取得してしまう、可能性がある。一般的な日地法ではなく、グレーコードを使えば、隣接地への変化の際に、常に1ビットしか変わらないので、 いかなるタイミングで読み出そうとデータの値は、以前の値か次の値であり、偽データが生成されることはない。ハノイの塔において、グレーコードによって表記された数字の一番下の桁に一番、小さい円盤、次の数字に二番目の円盤というように全ての桁と円盤を対応付けたとき、数字が変化することによって変わるビットに対応する、円盤を動かすことで回答が求められる。 遺伝的アルゴリズムや分布推定アルゴリズムなどにおいて数値を表現するのにグレーコードが使われることがある。多くの場合、結果が改善される電気接点式のロータリーエンコーダについて考える。金属などの導体を剥き出しにしたパターンを円盤に付け、それを複数のブラシで読み取り角度を得るものとする。この時、角度が変化してちょうど境目の部分にブラシがあると、 接触が不安定で読み取りデータが1になるかもしれない指令になるかもしれない。しかし、左の図のようにグレーコードを元にしたパターンを使用すれば不安定になるビットは必ず1ビットだけであり、角度の検出としては安定した結果を得られる。数学的には実数の10の表現には10.0000 00と9.999999 99のに通りがある。日地では 1010.000000 00と1一点1 1 1 1 1 1の2種類があることになるが、この時、ある桁から、下が0と1が反転したパターンになってしまう。これを、グレーコードを使って、最初の1桁だけが不定となった後、残りの桁は一致するように表現できる。位相変異変調において、作動位相変異変調や四位相変異変調のアルゴリズムに応用されている。 N 信、グレーコードとは、交番 N 信符号、ノンブーリアングレーコード、A、ノン、ブーリアングレーコードノンブーリアングレー符号ともいい、グレーコードの日記法から、N 信法となるような符号化の一つ、グリックソンコードと同様、Q と0の変化においても、ハミング距離が1となる。0に対して、0000を対応させない、符号化の一つ、最上位ビットを反転させることで、 Q の歩数となるような符号化の一つ。グリックソンコードと同様、Q と0の変化においても、ハミング距離が1となる。0に対して、0000を対応させない、符号化の一つ。さらに、再開ビット以外の全てのビットにおいて、1である割合が1、2となっている。ありがとうございます。